やっぱ取ると出てくるね。これは利用すべきな気がするんだよな。この動き。ここで叩いて高山城にいきなり向かっちゃうとかさ。防衛拠点が2つっていうのがね、なかなかややこしいよね。どうしようか。いや、でも、動かなきゃね、話にならないし。来ますか。じゃあ、高山城狙い。米が全然足りん。いやー、遠いなー。いかにも遠いなー。イザクは？イザクもほぼほぼ間に合わないのか。北九州から南九州は、凄まじい距離があるね。え？あ、でもしょうがないか。動かせる軍。全軍でもって、向かいましょう。進軍について。このタイミングでさ、大友申してみるがよ。出してくんないんだよな。6500、8600、話にならんしね。四国って感じでもないしさ。あれ、イザク出せるの、大友。あ、そうなの。一応出してもらおう。イザク出るんだ、熊本から。へえ。え、ちょっと遅くなっちゃったな、熊本から出すのね。さあ、動いたね、ぽよ。物申します。まさかとは思う。熊城はないですか。戦が始まるぞ。合戦か。三部隊。あ、この三部隊ね。この二部隊が乗ってんのか。なるほど。まあ、行きましょう。しかし、あそこ、三条全部防衛拠点っていうの厄介だよね。風でもっと落ちないもんね。さあ、まあもう、兵力を生かしてゴリッゴリに押しまくるだけだね、今回は。有松がいるから挟めてる。これ挟んだ。よしよしよし。これ、鍋島がさ、足止めっていうのがね、ちょっと、個人的に微妙なんだよな。仁王門は受けたの。本当に。で、新鮮の時、新鮮じゃないや、想像の時、仁王門っていう、こういう戦法。ね。鍋島。さあ、よし、さて、はい。まあ、もちろんなんですが、ここは、行くぞ。コンペを取る。さあ、金色が来た。金色が来たけど、さあ、一切壊滅。鍋島の足止めが使える。この辺の連中の口に向かわせて、鍋島の足止めを叩き込んで遅くして、その隙に取り付いて混乱でさらに足止めしてっていう感じで、軒口を破壊しちゃおう。銀色はね、まともに相手にするにはね。いや、普通に来たぞ。だったら混乱はめか。こちらに。だね。素晴らしい。まあ、ちょっと混乱はめしにくい地形ではあるけど、できなくはないからね。混乱はめでいきましょう。そしたら。ご命令とあらば。さあ、2路撤退しました。結局ね、こんなはめ途中でめんどくさくなって力押ししました。みんな、大守備の戦働きであったぞ。まだもう2800の減少兵力なら余暇でしょう。さあ、城攻めぞ。城攻めでもね、島津の城の城攻めってすげえ大変なんじゃなかったっけ。なんか砲台とかあるようなイメージあんだよな。あ、でもさすがに兵力でもって何とかできるかな。さあ、織田家が本願寺の防衛拠点長島城を陥落させた。
高島はな、よくここまで頑張ったよっていう感じだよね。完全孤立だもんね、高島ね。喰らい尽くす。なんちも面白そうなんだよな。気泡一体ね。何様だ。本当に見事じゃねえんだよ。7部隊でしょ。大友の状態も入れたいよね。入りきらんか。状態も入れたいよねっていうのは、使いたいよねって。使い、ぶつけたいよねってこと。兵力温存させるために。だから、松田隊を引かせるか。ご指示。で、状態を含めるようにしよう。龍蔵寺家春。家春、秋金の子。直接の血縁関係はないっていうことなのかな。まあまあ切らせられません。主と仰ぎましょう。引き抜き誰物申します。インドよりは。そう、いいじゃん。インド強いもんね。任されました。いや、なんて大活躍。さあ、でこれで今やることかそれ。いや、甲状腺やっちゃいますか。じゃあ、いや、これさ、甲状腺やるんじゃなくてさ、ちょっと待って、今、待って、今幸福出てなかった。少しよろしいですかね。出たよ、やったぜ。え、これでいいってこと。まあ、直談後武将1名を譲り受けるとかあるんだ。そんなあるんだ。え、これ知らんな。こんなんあったっけ。まあ、じゃあこれでいきましょう。かたじけなし。城は我らのものぞ。大友とは何だ。あ、離れちゃった。しかん山田有信、やったぜ。強いよ有信は。忠節を尽くします。猛烈に強いって感じじゃないけど。いや、でも強い。これはでもさあ、始めこうなんじゃない。戻るか。いや、戻らん。バカで。ちょっと待って、嘘でしょ。よっ、いや、なあ、戻っちゃった。今が動くべき。そらそうか。戻るわ、ね、まあ、とりあえずもここは騎乗でしょう。米がないもんね、いかんすよね。いや、今な、ここの領土がうちのだったら、うち城取れてたね。いやー、惜しいことをいたしました。大層惜しいことをいたしましたよ。ここは、百竹かな。とりあえず百竹に収めさせときましょう。うん、しようぞ。でもここさ、まるっと手に入れられたのでかいね。何の被害も負ってない状況で。さあ、島津いよいよ苦しくなってきたんじゃないか、こうなると。でもさ、伊作城で降伏が出たってことは、カジキを攻めても降伏出る可能性あるよね。可能性として。次はカジキだな。狙いは。兵力も、イザクより、低いしね。さあ、それじゃあまた兵力を蓄え、じゃあ今度はカジキ城、攻撃することにしましょう。いなくなると結構ショックなんだよな。どうしよう。まあ、いなくなるものあれば、出世するものありとね。ルゲン。島津義虎、正直この辺もいいんじゃねえかなって気はしてきた。っていうのは、島津先が見えてきたじゃない。だから、人吉の、そうか、上、あいつか。川上は、そうか。いや、まあ、ちょうどよかったのかな。どうだろうね。ま、じゃあここは木下正直に任せることにしましょう。しようぞ。だいぶ収入増えたから制作打つべきとこのような気がする。領土保全にって感じじゃないよね。本当はね、制度改新レベル3打ちたいんだけど、まあ、威信が足りないんで無理と。灌漑整備かな。うん、灌漑整備と、わかり申しました。当時療法いっときましょう。心得ました。ポニアタイビレベル2とかも熱いけどね。あーね、装備編成も熱いけど、まあでも今じゃないかな。
まあじゃない、楽市楽座とかも商人町が結構多いからさ、ありっちゃありな気もするんだけど、まあおいおいやっていきましょう、その辺はね。大友新百、これ援軍あんのかな、島津への。あるんだ、内城へ。しかも8600結構動かしてくれるんだね。なるほど、いやこれを使おう。流言、種子島。お耳に入れたきことが。あー、んー、これはいいかな、長寿院だし。長寿院だしっつの語弊があるけど、まあ、鍋じゃないからね。で、米だいぶ落ち着いたね。それじゃあいよいよ行きますか。恩に着ようぞ。うん、カジキ城に出ます。じゃあ例によって全軍でもっていざ参りましょう。よしひろか、城主。怖っ。これはどうすべきだろう。はい、引き返した方がいいかな。ここ取らなきゃいけないからね。取らなきゃいけないがいくつかあるから、もう行かしちゃっていいか。で、大友動かしましょう。出してくれるのか。あ、仲介できるんだ。まあ仲介しないけどね。うち、ちょっと待って、カジキには行ってくんないの。そうなの、なんだこれ。その城に援軍として送る兵力確保で。嘘つけ。うち城に出す兵を出せや。依存はない。まあ釈然としないんだけど。待てよ、結構な大戦になったぞ。2万近くいるんだけど。フェイントで内城とかある。フェイント入れての内城攻めとか、こう、こういう感じでありますね。城攻めですか。あ、内城の兵帰ったね。帰った、そんなことある。このまま内城行っちゃうか。じゃあ今が動くべき時ぞ。応答もいるしね。えこの援軍はなんかどっか行っちゃったし。さあ、で攻城戦か。まあいけるでしょ、さすがに。ほぼ嘘つけ。どこをどう見たら互角になるんだね。でもね、これね、砲台、そうだよね、砲台あるんだよな。島津は都市は石落とし役なのか。この砲台ぞ、ややこしいの。頑張りましょう、内城の戦い。また兵が多いっていうのがややこしいけど、果たしてどうなりますやら。聖堂はとりあえずないんだな。櫓はあるけど、血落とし櫓が2つ。これよ、問題はこれ。だから砲台が溜まりきる前に一気火星にっていう感じだよね。まあ、まずは参りましょう。海戦、地上の戦い。ご命令は行く。まあ、大友は使い倒してみましょう。とりあえず砲台の方位に入ろう。進軍を始め。ぶっ放されると困ったって言わざるを得ないからな、砲台は。さあ、で義久と義弘がぶつかった。そこにナッペが介入しますか。これ砲台って乗ってないとたまんないんだっけ。たまんない。そう、決めてやりましょう。で、何マスか義弘でもって、うん、動きがあったね。お命令を。とりあえずそしたら砲台だ。で、百武が一緒としやぐらい。女神はこのまま一緒としやぐらいでいいね。で、木下正直と百武でここ一緒としやぐらい挟みましょう。今こそ披露してくれよ。さあ、挟み込んだ砲台ね。砲台打たせたくはないもんな。もうここは必死こいてぶつかりましょう。旗色の悪さは明白か。体力減っちゃってるから、一回体力回復しましょう。ご命令をくだされ。
お指図を頂戴したか。ただそろそろ施設落とさないと式が怪しいな。そしたら江上隊をここの矢倉に向かわせるか。でもいやでも違うな、こうだな。やっぱりオスとコロナをゴリゴリ。我らの力、さあむちゃくちゃに攻めてるけど破壊した。よし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 、砲台の破壊はでかいっす。そしたらだ、いやもうここはもうこのまま押しまくろう。ごめん、吉弘隊を向かわせるか。リジオとシャグラに、すげえ苦戦してる。これそうだね、縄文のあれが入っちゃってるからね。おめでよ、いかがしましょう。さあ再びリジオとシャグラ攻撃を仕掛けましょう。鉄砲隊いくぞ。いや鉄砲がいて、木下もそのこう向かせよう。サインドレス開発、今が好機ぞ。内死にをね、あの普通にしてますから。だからあまり不安はない。さあ挟み込んでるしね。後ろの車が耐えるってか。ちょっとここまで届いた。小児となって変わるか。果たしてそれほどまでに小児を信用していいのかっていうのはありますけど。我が武略を持って万全の敵を打ち払わん。大村住忠が怪しくなってきた。で、いやでも縄文の範囲に入ってもっていう話だよね。壊滅されちゃうと今度士気が落ちちゃうからな。難しいところだねこれね。旗色の悪さはここはもう押し切るとこでしょ。星も体力ないしね。さあ島津義久壊滅。この壊滅はでかいぞ。そしたら冬久を縄文に向けよう。とりあえず体力回復よね。で何べも縄文に向かいます。こう進めるぞ。苦しき、いや撤退したちょ撤退するとこ西尾としがりやめよ撤退させてやってくれ、おとなしく。さあ返した。いや苦しい苦しいけれども、さすがに押し気味になってきたかな。破壊したね。よしこのまま都市押し切っちゃおう。さあ縄文取り付いた。こちら成松も体力回復したんで縄文方に向かいましょう。そうすると当然そうだよね、戻るよね。うわこの動ききついな。ねえ江上が相当に苦しい。ここが間もなく終わるぞ。川上が死ぬな江上。難しいですね。枠木下ますの引かなきゃダメだね。江上の位置を諦めよう。百武と吉弘隊もちょっと一回休憩させます。今こそ我が戦法により都市を勝機を見出す時。ケチラシも鍋島清房シャグマ隊か。捕獲された。さあ縄文破壊。これは一度休憩か。いやなって生かしちゃおう。本丸は防御上昇か。なるほど引いたね本丸に。こっちはもう先手力失っちゃってっかんな。木下増すのがね。百武と吉弘でなんとかするしかないんだな。ここでも吉弘も援軍だからそんな頑張ってくれないはずなんだよね。体力減ったら入れ替わろう即座に。今が動くべき時。本丸破壊できそうだねこの調子でいったら。うん本丸破壊できそうだわ。とどめを刺すのは我らの冬久か。ここの使いどころ食らった。我が戦法を見るがよい。さあ冬久本丸制圧。内城陥落せしめたり。内城は兵が多いからさ、ここ落としたのでかいよ。さあ島津の本拠地奪ったりですよ。風でもってここ飛ばないかな。どうだろう気持ちつけるところ。
飛んだかこれ。